以上でタイトルマッチのセレモニーを終了します。それではただいまより第2代ライズウェルター級タイトルマッチ3分5ラウンド無制限延長ラウンドを行います。青コーナー174センチ、67.45キログラム、チームテッペン所属、元 WPMF 日本ウェルター級王者、第4代クラッシュウェルター級王者、ロアトベルダイーティー。赤コーナー178センチ、67.2キログラム、極真階段所属、ライズウェルター級2位、ジェニットラックウェルター級王者、ブラックパンサーベイノワー。この試合の勝者には株式会社クリエイティブデルサより勝利者賞10万円、株式会社ビーバーゴワークス様より慶応賞10万円が贈られます。レフェリーアキラ。Come on!
第1ラウンド終了。セコンダー
青コーナーセコンドアウト、ラウンド3。
ラッセンプセコンダー、セコンダー、セコンダー、ラウンド5、ファイトアウェイ。
試合終了。これよりジャッジの集計を行います。それでは集計結果をお知らせいたします。ジャッジ永瀬50対45、赤ベイノア。ジャッジ大沢50対44、赤ベイノア。ジャッジ大沢50対44、赤ベイノア。以上3対0の判定をもちまして、ニューチャンピオンブラックパンサー。痛ましくなりますから来ました、極真会館のブラックパンサーベイノアです。そうっす。 KO じゃなきゃったら2秒でって言われたんですけど、喋っていいですか。短くありがとうございます。もう本当に渡部選手強くて、もちろん今までで一番準備してきたんですけど倒せなかったですね。めちゃめちゃ強かったです。本当に前から大好きな選手でした。本当にありがとうございました。